アレクサンドル・ウラジミロビッチ・モストボイは、ロシア・サンクトペテルブルク出身の元サッカー選手。ロシア代表であった。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。特に、セルタデビーの時代の活躍で知られ、真のプレーメーカーと呼ばれた。初期の経歴1987年、ソビートセカンドリーグの FC プレゼニア・モスクワから、ソビート連邦屈指のビッグクラブである FC スパルタク。 モスクワに移籍し、1987年と1989年にソビエト連邦サッカーリーグ優勝を果たした。1992年には、ロシア人のバシリー・カルコブや、セルゲイ・ユランと共に、ポルトガル・プリメーラリーガの SL ・ベンフィカに加入した。契約の数ヶ月前には、結婚により、ポルトガル国籍を取得していたが、SL ・ベンフィカでは、 わずかな出場機会しか与えられなかった。フランス時代1993年夏、フランスリーグ1の SM カーンに移籍した。1994年夏に移籍した RC、ストラスブールでは、ダニエル・ジャンディプ監督と再会し、輝かしい才能を見せつけた。2006年に、クラブが行った投票で、モストボーイは、プレイヤー・オブ・ザ・センチュリーに選ばれている。 セルタデビー51996年、遺跡金325万ペセタで、スペインリーガーエスパニョーラのセルタデビー後に遺跡し、レアルベティス戦でデビューした。創造的なプレイブリや重要な得点を決めた、ことなどから、B5 のファンに、カルト的な人気を博し、エルザールでバレードズの愛称で親しまれた。1997から98シーズンから2002から03シーズンには、 安定して5位から7位につけ、2000年には、同じロシア人のバレリー・カルピンなどと共に、UEFA ・インターとトカップで優勝した。また、2002から03シーズンにはリーが4位となり、クラブ年間の UEFA ・チャンピオンズリーグ出場権をもたらした。しかし、2003から04シーズンは、チャンピオンズリーグこそ、グループリーグを突破し、ベスト16に進出するものの、 リーガとチャンピオンズリーグの両立に苦しみ、18位で、セグンダ・ディビシオン降格となった。デポルティーボ・アラベス2004年夏にセルタデビー号、対談してから8ヶ月間は所属クラブがなかったが、2005年3月、上旬、2004から05シーズン終了までの契約で、セグンダ・ディビシオンのデポルティーボ・アラベスと契約を結んだ。カディス CF 戦で分に途中出場して、 デビューし、チーム唯一の得点を挙げたが、1から3で敗れた。背中に慢性的な痛みを抱えていたため、わずか30日間の在籍、1試合の出場で現役引退を表明した。モストボイは、ソビエト連邦代表、独立国家共同体代表、ロシア代表でプレーしたことがある。ロシア代表としては 1994FIFA ワールドカップ。 UEFA ユーロ九 96-2002FIFA ワールドカップ UEFA ユーロ二2004に出場しているがチームの中心として期待された 2002FIFA ワールドカップでは負傷の影響で一試合もプレー機会がなかった UEFA ユーロ二2004ではグループリーグ第一戦のスペイン戦後インタビューでゲオルギー・アルゼフ監督は無能だ何も分かっていないと采配を批判して指揮官の怒りを 会大会中にチームを追放されたこのことも代表の指揮が影響し、チームはグループリーグ2戦目のポルトガル戦にはあっさり敗れ、早々に敗退が決まった。しかし2年後のインタビューで、練習量がとても多く、試合にベストな状態で臨めないと述べただけだと語り、強制送還の原因となった発言が誤解であると、した。ありがとうございます。